バートイシュルは、オーストリアのオーバーエスターライヒ州南部に属する基礎自治体。ザルツカンマーグート地域中央に位置し、トラウン川が町を流れている。ハルシュタット文化の時代より居住が確認されており、1262年に最初の記述がある。1419年アルブレヒト2世によって、ソウルツキャマーと呼ばれる地方議会がウィルデンスタイン城に設立された。 1466年にフリードリヒ三世によって市場都市の特権が与えられる。最初の岩塩港が1563年に開かれる。1597年には塩田も開かれた。19世紀初頭に食塩水が医療用として使用されるようになり、クレメンス・メッテルニヒやフランツ・カールフォニエス・スターライヒなどの高貴な客人も訪れるオシャレなスパリゾートとなった。 ホテル郵便局が1828年にザルツカン・マーグルト地域で最初の郵便局として開局した。1849年、フランツ・カールの息子のフランツ・ヨーゼフ・一世はこの町を夏の住居とした。1853年8月19日にフランツ・ヨーゼフ・一世とエリーザベートの婚約式がセオアーハウスで執り行われた。セオアーハウスには1989年まで、 バートイシュル博物館が存在した。1854年に皇帝の母ゾフィーは結婚のお祝いとして彼にケイザービラを与えた。このビラが皇帝家の夏の住居となった。フランツヨーゼフ一世はそこを地上の楽園と記述した。1914年7月28日にケイザービラでフランツヨーゼフ一世はセルビア王国に対する宣戦復刻に署名した。 これが第一次世界大戦の開始の合図であった。彼は翌日バートイシュルを去り、再び戻ることはなかった。ありがとうございます。